そこに公式戦実に247戦目の強者が登場します。 WBC ムエタイ、 WPMF、 WMC にもちろんタイ国内幾多の頂点に到達。よーせぐらいフラッシュフロータイラー、芸術レベルの技術プラス力のムエタイ、両戦ぐらいウェアテックス。強すぎて対戦相手不足に悩むことがしばしばあるナックモエこと名対戦士、彼もその一人。日本では2006年 K1 でハマル・エル・アムラーニ戦、触らぬ神にたたりなしと関係者に言わしめた一戦があまりに有名です。7月には日本よりさらに蒸し暑いムエタイ発祥の地タイへ長期修行を敢行しました。豊富な自身のキャリアよりも基礎からのトレーニングに首相撲、マンツーマンの特訓を選択しました。休日一個帰国した成田空港では偶然あのなでしこジャパンの機関に遭遇。意識は自らへの金メダル。平瀬康人、さあひときわ大歓声が巻き起こりました。ワイクルーが行われますけれども、それも高崎さん、この陽線ぐらいヘアテックスというファイターに送られる、はい、声も知らずに送られる声もあるんですね、はい、そうですね、陽線ぐらい選手見たかったっていう人もたくさんいるでしょうし、はい、まあ、知らず選手も久しぶりの試合で帰ってきたっていう感じしますね。さあまず陽線ぐらいから増えていただきましょう、はい、なんといってもその異名はムエタイ八冠王ですか。そうですね、はい、WBC ムエタイの初代最初の王者になった選手でもあり、はい、日本でも2回、その強さを見せつけた選手がありますね。それに対してシラス、はい、まあ、シラス選手も、まあ、MA キックで、2つ王座を取り、K1 マックスでも、4戦して3勝という結果を残してますからね、はい、高勝率があります、はい、今祈りを捧げて門戸を外しました。さあ第1ラウンドのスタートです。両線ぐらいは黒いトランクス、黒コーナーから出てきました。左の前蹴りサウスポースタイルです。それに対してシラスの方はこれが久々の試合になりますね。そうですね、まあ、ちょっと怪我もあったみたいなんですけども、まあ、どういう試合を見せてくれるか、はい、昨年4月韓国のあの大牛作戦があって勝利しました、はい、その試合の最中ですかね、怪我があってそこからの復活で、高崎さん、シラスといえばこの今放っているローキックですよね、はいはい、昨日の試合前にもですね、もう僕にはローキックしかないんでと、はい、それ一本でいくと、言ってましたけども、また今シルバーウルフで練習してるんですけども、作戦参謀の大口トレーナーついてますので、はい、その辺の対策っていうのはすごく立ってると思いますね。そうですね、陽線ぐらいは左ミドルキックが代名詞、そしてパンチも強い。陽線ぐらいの怖いところはパンチ力もあるんですが、そこからパンチからローとかパンチからハイとかっていうのはもうつなぎ目なくつながってくるっていう、そういう怖さですよね、もちろんそれはシラスの頭にはインプットされていると思いますけれどもね、はい、どう対するのか、作戦を遂行してそれをいかに続けるか、なかなかそのムエタイファイターはそれをさせないと言いますよね。そうですね、特にこの陽線ぐらいはコンピューターウィザードなんていう異名もあるぐらいで、はいはい、精密機械みたいな、その実行力があると、いうことなんで、そう、まあ、コンピューター狂わせないとまずはしょうがないですね、はい、いやこの左ミドルが強い。さらに膝、どうだパンチは、ダウンです、ダウンです。陽線ぐらいからシラスがダウンを奪いました。長崎
晴らしいですね。いいタイプ、あ、いい右フック。今全身に右フック合わせました ね、はい、そうですね。いや、これは有明コロシアムざわつきます。もう一つその右もあります。聞いてますね。確実にあの倒れ方聞いてますね。カウントが続きましたが、マットが立ち上がっています。もう1回、はい、さあダウンを奪いたい。しらすローキックからつなげたパンチ、それが功を奏しています。いやでも予選くらいも譲らないが、危ないですからね。そうですね、もう1回ダウンを奪ってダメ押しといきたいしらすです。さらに右、ここで第1ラウンド終了。惜しい。しらす、さて第1ラウンド、しらす康人が高崎さん陽線ぐらいから2度のダウンを奪いましたね。そうですね、これタイで生中継されてるんですよね。はい、大騒ぎになってるんじゃないですか、おそらく。いや、そうですよ ね、あの陽線ぐらいが、はい、そんな風な声が上がっていることは間違いありません。そうですね、一発目が右、はい、そして2度目が左ですか。でしたね。違ったパンチでそれぞれダウンを奪ったということになります。しらす、でもその後は陽線ぐらいが距離を詰めてきましたね。そうですね、ちょっとここから怖いですけどね。いや、名物ともなっていますしらす康人の応援団も駆けつけている有明コロシアム。とにかくこの陽線ぐらいとの対戦を熱望していたしらす、ものにしたい。ライプー、さあ試合は第2ラウンドです。左ミドルキックから黒いトランクスの陽線ぐらい、右のストレートを返す、さらにローキックは白いトランクスの日本のしらす。いや、まだまだ油断ならないというのはもうこの陽線ぐらいの前進から分かりますね。そうですね、でも右パンチ入りますね。当たりますね。陽線ぐらいはどうですか、ここでやっぱり下がりたくないんですか。そうですね、まあインターバルで回復した部分もあると思うんですけども、でも今日の陽線グラフはパンチが入りますね。はいはい、しらすが当て込んでいます。もう一発左カウンターですが、これはダウンではありません。これはダウンではない。ダウン取られてもおかしくないぐらいの感じではありましたよね。神のタイミングで入ったんですけれども、今度は逆に左右左のパンチ、さらに左肘陽線グラフ、それを下そうという、ムエタイで超えようというしらす。さあ第1ラウンドと何か違った点、目につく点があったら教えてください。そうですね、陽線ぐらいが前にも増して距離を詰めてきてますよね、はい、でパンチもそうですよ、膝が多くなってますね。となると至近距離の攻撃、そうですね、そこから肘も出てくると思いますし、この辺りですね、はい、まず左膝、そして右を徐々に近くしてくる。いや、右肘で払ったのもしらす、そこに右ハイキック予選ぐらい、左肘。いや、しらすも肘は2008年10月以来久しぶりなんですけれども、高崎さん、スリリングで大好きだなっていうふうに話していましたね。そうですね、そういうタイプですからね。気遅れすることはありません。ハートも強い。久々の一戦で大仕事を成し遂げるかという空気になっています、しらすサイド。しかし陽線ぐらい前に出てくる左肘、ここも鼻に一発、そして膝、あまり続けてくれたくないですね。粘り強く出てきましたね。やっぱりパンチ警戒して組みに来てる感じがしますね。ああ、そうですか。となるとそれに対してしらすどう対処したらいいでしょうか。そうですね、なるべく距離は取りたいところですよね。で、本来狙ってたローキックが、そんなに出てませんので、はい、あ、そうですね、ここのパンチ、そして組んでからその後膝の打ち合いになると、打点の高い陽線ぐらい、右の肘を放っていったしらすですが、最後はミドルキック陽線ぐらいです。中盤第2ラウンド終了です。
陽線ぐらい対シラスは第2ラウンドまで終えています。さあ高崎さん、はい、陽線ぐらいの怖さが見られました。そうですね、まあ、あの序盤はやっぱりあのシラス選手のパンチが入ってたんですけども、まあ、しっかり軌道修正してきましたね。それは3ラウンドにどうなるか、まあ同じ作戦で来るとは思うんですが、やっぱり そこにはまりたくないですね。シラス選手はシラスサイドとしたらそのローキックが出なくなったなという高崎さんのお話ありました、はい、そうですね、まあ、組まれたくないですよね。まずまずそこですよね。2ラウンドは近くなると全て膝肘があった陽線ぐらい、さらに盛り返せるかシラス。最終の第3ラウンドです。 72.5kg 契約陽線ぐらい黒いトランクス左ミドルキック。第1ラウンドにはその陽線ぐらいから2度ダウンを奪っているのがシラスです。ポリという音を立てた右のパンチは陽線ぐらい。まあ、ここも高崎さん近くなってきます。そうですね、詰めますね。パンチの打ち合い下からえぐるような右の拳陽線ぐらいです。しかしこのパンチで第1ラウンド2度のダウンを奪っているのがシラスです。右の縦肘、その腕ごと壊してやろうというミドルキックがあります。あの高崎さん、はい、ガードをしっかりしていてもですね、そこにあまりミドルキックを食らうと厳しいようですね。そうですね、腕殺されちゃいますからね。この戦いのために、あ、右キックシラス、長期間の3週間の体修行を行ってきましたシラスです。ここにかける気持ち、日本サイドでも人一倍です。いや、ムエタイは甘くないというのが黒いトランクス陽線ぐらい。シラスの様子はこの第3ラウンドどうですか。そうですね、あのシラス選手いいんですけども、あのやっぱりミドルで腕を殺しに来てますよね。そうですか、この体勢この距離では膝もどうでしょう、打ち合いになるとちょっと陽線ぐらいですか。そうですね、やっぱりあの有利な組み方をしてきますから、はい、先に陽線ぐらい選手の膝が当たるという感じになったんですね。あ、なるほどね、この組む段階からしてもう違うと。そうですね、左膝、逆にボディをパンチで返すシラス、しかしその後は必ず陽線ぐらいが攻撃を重ねてきます。打ち合い、まだ両者とも顔面のカットはありません。残り1分を切りました。いや、でもシラスがギリギリの展開、ムエタイ八冠王と渡り合っているのも事実ですよね。そうですね、いや、もう互角以上です ね必死の陽線ぐらい。もちろんこの戦いは彼の本国タイに生中継されています。負けは許されません。ワンツーを復帰します。そこに一連の左の攻撃、シラスはコンビネーション、まだ分からないか。ミドル陽線ぐらい、右のフックシラス、さらにそこから距離を取る。さあ、終了までのカウントダウン、突き放してシラス、陽線ぐらいも譲らない左のパンチシラスです。もう一発ありましたね、合わせました。ここで試合終了です。さあ、判定はどうなるかというこの一戦。そうですね、ただ、1ラウンド2度のダウンがありますから、それがでかいので、いったんじゃないかなという気がしますね。その後の展開を含めても。そうですね、いや、シラスの顔面へのパンチ、はい、とにかく当たりました。そうですね、そして2ラウンドは何かその火を消すような陽線ぐらい。しかし第3ラウンド再び激しく打ち合ったが、やっとシラスが勝った。ムエタイ八冠王から判定勝利です。陽線ぐらいを下しました、シラス康人。高崎さん、はい、金星ですね。そうですね、ちょっと唖然としてしまいました。素晴らしい結果です。
そんな中で、はい、改めて感想をいただきたいんですけれどもね、はい、3ラウンドにあのヨーセン・グレン選手が倒しに来たので、はい、逆に単発になっちゃったんですよね。それが逆に良かったかなという気がしますね、あのシラス選手にとっては、はい、いやこの勝利はシラスにとって日本にとって大きいですね。でかすぎますね。あの大宮寺トレーナーとですね、はい、日の丸を掲げます。これ今この城に非常に大きな勝利、タイから帰国した際ですね、あのサッカー日本女子のチームに同じタイミングで帰ってきて、はい、いや力をもらったなんていうふうなコメントもあったんですけれども、生きたのかもしれないですね。そうですよね。いやそしてスリリングな打ち合いでした。これシラスの集中力も素晴らしいですね。そうですね、最後までしっかりと守りきりましたからね。いやムエタイファイターのトップクラス予選ぐらいから安定勝利、シラス康人、これによりチームサムライ1勝2敗としています。